楽ちんクッキングだ。藤野幸の藤野幸子です。ちょっとこちらではですね、簡単なお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はですね、はい、今先ほどからもっと言いますけども、カッテージチーズ、これですね、つい数日前までですね、こちらでお料理教室やっていたんですけども、このカッテージチーズですね、サラダ作っていたんですね。で、今回はですね、ちょっとこれが余りましたので、この今旬のナス、こちらとでですね、パスタを作っていこうと思っています。で、詳しい作り方、配合、下の概要欄の方に貼っておきますのでね、よかったらご覧ください。また料理教室の風景もね、先日ちょっと初めてアップしたので、もしよろしかったらそちらの方もご覧ください。チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは始めていきたいと思います。よ、こちらがね、材料になります。まずは、これは教室の方で、今月ね、サラダで使ったんですけども、余りました。これを使いたいと思います。カッテージチーズですね。それから今旬です。ナス。そしてスパゲッティ、ルームスパゲッティ。そしてこれは生徒さんから、お裾分けでいただきましたスペインのグリーンのオリーブですね。そしてコク出しパルメッチャーノ。そしていつも使ってます。ニンニク、みじん切りです。オリーブオイルにつけとくと持ちます。そして今、これもですね、今旬です。すだちなんですけども、これはですね、やっぱり皆さんからいただいてばかりなんですけども、神山のすだち、なければですね、なんかお好きな柑橘で代用していただいていいです。そして、もうこれも本当終わりに近づいてますけども、うちのちっちゃなちっちゃなバルカンに、バルコニーですね、舌が回らないです、すみません、にあるミントです。これミントがなければ、まあ、なくてもいいんですけど、例えばパセリとかで代用していただいてもいいし、あるいはバジルでもいいです。それでは作っていきます。そしてオリーブオイルですね。まずナスを切っていきたいと思います。ヘタを取って、よいしょ。そしてですね、今日は薄切りしていきたいと思います。5ミリぐらい。まず、ちょっと火をつけますね。そしてフライパンが温まったらオリーブオイルを入れます。もうね、すぐに焼いちゃえばアク抜かなくて大丈夫なんで、すぐいっちゃっていいと思います。もう少し熱くなっている方がいいですね。ちょっとジュッというぐらいに待ちますね。ジュッて言い出しましたね。そしたら入れちゃいます。そしてここで塩しちゃいましょうね。塩します。はい、今ジューっていってます。はい、油が跳ねる嫌なので、このキャンパンのラッターガードから、ちょっと香ばしくね、いい色になってます。ちょっとこちらにも塩軽くしておきましょうか。パラ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 、はい、これね、すごく穴が開いててね、空気上に抜けるんで、こもらなくて、油を使ったお料理とか、あと揚げ物とか跳ねなくて、とっても便利なんですね。出来上がりましたので取り出します。すだちを半分に切りました。ちょっと汁をかけておきます。軽くかけておきますね。さっぱりします。そしてですね、今日はこちらのパスタ鍋、ツビリングさんですね、結構長い間待ってやっと届きました。これを使ってパスタを茹でていきます。お湯が沸いたので、お塩を入れていきます。だいたい 1% ですね。そして今日はスパゲッティを入れます。
でパスタを茹でてる間に、このオリーブを切っていきたいと思います。中にこれなんかすごいニンニクが入ってましたね。美味しそうです。普通のね、あの黒でもいいし、普通のオリーブ缶詰が大丈夫です。それではニンニクを少し入れたいと思います。みじん切りです。こういうのなかったらオリーブオイル入れてニンニクちょっと入れてください。もうほんのちょっと、あんまりいっぱい入れなくていいかなと思います。ちょっとオリーブオイル足したいと思います。パスタを入れます。今日はちょっとだけ辛いの好きなので、カイエンペッパーですね、少しカラリーと入れたいと思います。オリーブの実、今日は大胆にナスを入れました。パルメジャーノ、少々入れます。味を見て塩をします。いただきます。いいよ、美味しいです。ミントちょっとちぎって入れます。香りがずっとね、ぐっと良くなりましたね。はい、いただきます。ちょっといただきます。塩少々、オリーブオイル増量します。盛り付けます。ナス、パルメジャーノちょっと増量します。そして今日はリコッタチーズですね、ちょっとほぐします。乗せてあげます。たっぷり乗せちゃいましょう。ミント完成です。はい、完成しました。こちらですね、こんな感じですね。このお皿はですね、南イタリアのものなんですけどね、結構かわいいですよね。楽しくなる感じですね、これ使うとね。それでは試食タイムです。いただきます。さてどうでしょうね。今日はね、もう本当はあるものでね、作ってみたんで、私はこれを作るのが初めてです。実を言うと。ではいただきます。さっぱりしてて、美味しいですね。このちょっとこのカッテージチーズいただいてみたいと思います。オリーブオイルかけたくなりますね。ちょっと失礼します。今日はこれやっていこうかな。じゃん、最近ね、来たんですけど、これは富澤商店さんで販売中のロレンツォというオリーブオイルです。結構ね、青っぽくて美味しかったですね。はい、ちょっとオリーブオイルを増量してみます。それではいただきます。いいですね。オリーブオイルの香りがね、すごい引き立って美味しいです。ナスも、本当にこのコメントね、
べながらのコメントって本当に結構辛いんですけど。いただきます。うん。うん。うん。柑橘をね、このすだちをかけてますんでね、さっぱり美味しいですね。ここにもちょっとかけてみようかな。すだちもいいですね。お好みでちょっとかけていただいてもいいかと思います。はい、今日もねご視聴ありがとうございました。こちらではこんな感じで、いろいろレシピなどご紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またお待ちしています。